調子が悪ければ iPhone からしなければならない。声出てる？出てる。よっしゃ、よかった。調子いいや iPad は。やっほー、晚上好、こんばんは。来てくれてありがとうございます。喉全然大丈夫だよ。喉、私5時間歌っても潰れない人だから大丈夫。さっきはカラオケ配信来てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。いやいや、みんなも3時間歌やってるの聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございます。お星様とカウントの方をよろしくお願いします。今日はギリまで配信できるかな。50分やろう。ラスト11時50分からカウント枠だけのね、配信をラストして終わろうかなって感じで。コンサートみたいだった。本当ありがとう。レンジスノードもありがとう。ショーハートありがとう。よかったです。それは。でも私がびっくりしたのは、このショールームイベントが始まったのがまだ2日前、まだこれ2日目 ?3 日目 ?3 日目で2日前なんですけど、2日前の時私のショールームのフォロワー6620何人とかあったんでしょ。確か6620何人とかだったのが、今パッてショールームの画面見たら6961人になってたんですよ。すだちゃんいいね、ありがとう。だからこの3日間で300人ぐらいフォロワーさんが増えてるのかなって思って、やけん1日100人ずつぐらいのスピードでね、新しい方がユランのことをねフォローしてくださってるっていうことは、フォローしてないだけで知ってくださってる方もいっぱい増えてると思うから、すごいなこのイベントの力って思いましたね。1日に100人ずつはね大きいですね。ショールームで最初だけかもしれんけど、でも7000人なんてほど遠いなって思ってたんですけど、だってもうあと39人で7000人達成するんですよ、フォロワーが。このショールームイベント中にね、もし7000人達成できたら7000人記念配信したいですね、ぜひ。たぬきつねさんありがとう。行くかな7000人。今さっきカラオケから、もう本当に今さっき帰ってきたんですけど、そうさっきねカラオケの時は2位だったんだけどね、また3位に落ちちゃって、このなんて言うんだろう、2、3、4、5らへんのこのなんかこのランキングの入れ替わりようがもうなんかすごい大乱闘というかすごいちょくちょく変わるから面白いですね。恭平ハートありがとう。妹さんどうか、来週なのかな。すだちゃんありがとう。そしてですね、明日のことも考えようと思ってたんだけど、明日レッスン入っちゃったので、今日とかよりかはあんまり配信できないかもしれないね。激戦だなって思った。でもまあね、なんて言うんだろう、何上に行くのがさ、もう無謀すぎてさ、頑張ってても無謀だなって思うよりかは、こうなってる方がなんか自分的にはこうメラメラ闘争心燃えるのでいいなって思うけどね。監督さん本当ありがとう。皆さん最後まで一緒に戦ってくださると嬉しいです。ありがとうございます。星投げカウントありがとうございます。そうしたレッスンあるからどうしようかなって思ってるんだけど、明日の朝はどうしようかなって感じ。あとね、なんてよ、このデッドヒートにユラリンが参戦できてるのが嬉しい。おー、ありがとうございますね。でも確かになんか結構ほんとコロコロ毎日変わるから、やっぱりでも上3人のね方のね、
あれが戦闘力がすごく高いなと思いますね。これだけ配信回数に下がって、配信時間これだけ下がってもやっぱり簡単にポンって抜かされちゃうから、ユラはまだまだ頑張らないといけないなって思いますね。ふーちゃんハートありがとう。最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします。きついっていうよりかはでも楽しいかな、私はなんかワクワクしてる、どうなるかなって怖いな、ドキドキするな、ワクワクするなっていう感じかな。つたちゃんありがとう。明日は明日の予定考えようと思ったらどうなったんだっけ、明日の予定。まあね、何かに向かって頑張るのはね楽しいことだからね、楽しいなって思ってやってるゆらは。ダメダメありがとう、こんばんは、やっほー。とりあえず明日の朝の予定は、どうしようかな、まだ迷ってるんだよな。どうしようって感じ。ほんとほんまよね、マネージャーもいつもこんな感じ。私らのスケジュール考えてくれよやろね、マネージャーさんも大変よほんま。こうじゃな、こうじゃな。とりあえず明日の朝の予定はこんな感じかなって思ってる。レッスンが入るから、レッスン終わるのが何時になるのかまだちょっと微妙なところね。うーちゃんハートいっぱいありがとう。とりあえずはこれだけは言えるって感じかな。朝の5時から5時45分と6時15分から6時30分と7時半から8時15分かな。うーちゃんハートありがとう。明日うん 5時、もうちょっと付け加えるとしたら、もうちょっと付け加えれたら、付け加えるとしたら、もうこのぐらいしか、でもギリだな、これでこれでギリって感じ。これだな明日のスケジュールは。もうカウント枠だけって感じだけど、こことかはこれがギリギリできる明日のスケジュールかな。ゆらちゃんの戦闘力上がってるかな、上がってるかな。うーちゃんありがとう、うるさんありがとう、まちさん誰もありがとう。明日はもうついに5時から入れます、ついに5時から。
あ、待って、明日の8時から9時はダメってママに言われちゃった。マジか。まあいいや、めっちゃクローゼットとか音が全くないところでやろう。もうとりあえずたくさんハートありがとう。クローゼットでやります。クローゼットでやります。わあ、待って、クマさんタワーが、待って20個も、待って、びっくりびっくり、ありがとう、ありがとうございます。クマさんタワーありがとう。しかも20体も、あー嬉しい。こんばん、こんばんもありがとうございます。いつもありがとうございます。おべわんけのみさん、今日もありがとう。くまさんとはありがとうございます。くまさんありがとう。ごんしーこんばんはよ、ありがとうございます。30、嘘、3つ目、うわーやば、もう一体付け加えんといけん。もう一体付け加えました、ここにありがとうございます。びっくりや。待ってよ、待ってよ、あとよね、ゴムシってクマさんありがとう。あとだ、ゴムシー困うよ、ゴムシー困うよ。嬉しいです。반갑습니다。반갑습니다。ありがとうございます。ゴムシー困うよ、ありがとう、ありがとうございます。りょうぴょんありがとう、ありがたいです、本当に。皆さんもありがとうございます。カウント星投げ、ありがとうございます。だるまいっぱいありがとう、うーちゃん、ありがとうございます。とりあえず明日の朝の予定はこんな感じで、そのままいっちゃいます。ただちょっと8時とか、ここ8時までにしようか、そうすればいいのか。あ、まあでももういいや、もうこれロフト行こうかな明日。ロフトに、ロフトから配信にしようかな。カオさんいいね、ありがとう。ちょっとね、弟が出たりしたりし、バタバタしたりしたら、なんかあんまり配信中にね、弟の声が入っちゃったりすると、弟とかママにもね迷惑かけちゃうので、気を使ってくれてるので、配信中にあんま声が入らないように、それはちょっと申し訳ないので、まあこれもしかしたら弟のがねめちゃめちゃ機嫌悪かったらちょっとできないかもしれないけど、まあできそうだったらクローゼットとかロフトに行ってやろうと思います。バンジャラモンスターさんありがとう、マツさんありがとう、アウちゃんありがとう、ブーマンジャありがとう。感じかな、もっとありがとう。なんかレッスン行くの、レッスン中に眠くなっちゃいそうで怖い。5時から起きとったらレッスン中ね寝ちゃいそう、間違えてあら今寝る時間かなってそうならないように、今日は夜しっかり早めに寝ます。クマ困うよ。
然ね、まだね、まあ3日目だからかわかんないけどね、全然なんか揺れ的にはね、なんかあれ、ゆら的にはね、あんま疲れは出てない、疲れは出てないかなって感じ。つだちゃんありがとう。みんなの方が 星集めに疲れてないか心配です。うん、おびわきのみさん、だるまありがとう。みんなも体調には気をつけてね。ゆらに言われたくないか。明日からは平日だ。そうだ、だからみんなもね、学校とかお仕事始まっちゃうね。ゆらもレッスン始まるけど、曜日感覚なくなっちゃうね。この土日がなんか濃すぎて、ショールームすぎて濃すぎて、なんか長かったこの土日平日始まるね。あかり月曜日ね、あんまり好きじゃない。月曜日来てほしくないなっていつも思ってた。金曜日が好き、金曜日と木曜日が好きみんなそうだよね、明日からはね、お仕事とか始まるからあんまり来れないよね。ありがとね、いつも。あー、だるまいっぱいありがとう。でもなんか今回のね、イベントでめっちゃ思ったことは、なんかファンの方にも言われたんじゃけど、ファンの方にも言われたんじゃけど、なんかまさかユラがほんまにこの順位まで来れると思ってなかったっていう風にみんなに言われるんだけど、自分もまさかちゃんとここまでね、いけると思ってなかったから、そう、ちょっと頑張ってよかったなっていうか、いう風に思ってる今。なんかユラのためにこんなにたくさんの方が動いてくれて、こう応援してくれて、いっぱいユラと一緒に頑張ってくれて、でその周りの人も一緒にね、巻き込んで応援してくれたのが